それが岡山市。西日本への拠点進出はどこがいいだろう。福岡どうでしょう。もつ鍋もありますし。食べたいだけだろう。香川どうですか。うどんが食べたいからだろう。で待てよ、中四国のクロスポイントで物流や店舗も充実している。新幹線も全部止まるし、アクセスも良さそうですね。ばら寿司だってありますし。岡山が一番の拠点なのでは。ビジネスの拠点だぜ岡山市。フルーツパフェもうまいんだよな。それが岡山市。おはよう。ご飯食べよう。いただきます。この魚うまいね。どこの。岡山のだよ。野菜ももちろん岡山のだよ。今日はフルーツもあるの。岡山だからね。水もうまい。全部岡山。全部水も食べ物も一味違うぜ岡山市。岡山に胃袋つかまれたな。それが岡山市。そうですね、こちらのお部屋を都市圏で借りたら2倍はしますね。そうですか。駅近で坂道も少なくて買い物に便利な街がいいんですよ。岡山はそういった物件多いですよ。このお部屋も駅から徒歩5分で6万8000円になります。安っ。ここもここもここも岡山価格。どこも住みやすそうだな。あれ先輩、あれ岡山来てた。岡山市に移住しようと思ってます。物件探しはワクワクは止まらない岡山市。よし、お前も教えとこわ。いやちょっと先輩まだ早いっすよ。それが岡山市。ご飯できたよ。美味しいね。彼が朝ごはんを味わって食べている。彼女はいつものコーヒーを入れて優雅な朝のひとときを過ごしている。そろそろ行こっかな。あ、俺も出るよ。贅沢な朝は短い通勤時間から岡山市。お、今日は仕事休みだった。それが岡山市。あれ、この日も晴れだったな。この日も晴れてる。この日もこの日もこの日も晴れているし、地震も少ない。安心な街だな。今日も晴れてる。釣り行ってみたい。いいね、行こう。晴れの国の異名は伊達じゃない岡山市。さすが晴れの国。